上越津本線と米坂線の分岐点。米坂線車内より、米坂線の車窓、荒川と並走している、米坂線の車窓、越後大島駅付近。米坂線は、山形県米沢市の米沢駅から、新潟県村上市の坂町駅を結ぶ、東日本旅客鉄道の鉄道路線。米沢駅、今泉駅間が、仙台支社、萩生駅坂町駅間が、 新潟支社の管轄であり、今泉駅と萩生駅の間に、支社境がある。旧鉄道敷設法に規定する、北越線及び、大雨線の連絡線で、新潟県下柴田より、山形県下米沢に、至りる鉄道である。1926年に、山形県側の米沢、今泉間が米坂線として開業。1931年には、新潟県側の米坂再線。 坂町越後下関間が開業し、同時に東側も手のこまで延伸、米坂道線に解消された。以降、両側から延伸を繰り返し、1936年の県境区間を最後に全通し、両線を統合。再び、米坂線となった。JR の路線名で、複数の地名から一文字ずつを取って付けられた名称の中では、 大い都線と並んで両方の文字を訓読みする例外の一つである。かつては南東北地方の日本海側内陸間連絡線として旅客、貨物ともに重要な路線としての役割を担った。しかし現在ではモータリゼーション等により連絡線的役割は影を、潜め、貨物営業も廃止され、また、上越線普通時の優等列車迂回路としての役割も 上越線電化によりその役割は大きく減り、さらに、大宇本線が標準機に改めきされたことにより、完全にその役割を終えた。全線を直通運転する列車のほか、米沢駅、今泉駅、宇前椿駅間に区間列車が設定されている。また、朝、夜には、小国駅発着の列車がある。全線直通は1日後往復のみである。 需要の少ない昼から夕方にかけては3から4時間程度運行されない。午後の米沢駅、今泉駅間の一往復は土曜日、日曜日宿日のみの運行である。広域輸送を担う列車として、上越本線、白新線経由で、米沢駅新潟駅間に快速、紅花が一往復設定されている。快速、紅花は、米坂線内の各駅に停車し、 坂町駅新潟駅間で快速運転を行っている。他にも、新津駅米沢駅間を走行する普通列車も、新津駅米沢駅の片道運転で設定されている。米沢駅で接続する大宇本線の機関が標準機となったため今日の米坂線と直通できないことから、列車についてはすべて、新津運行区所属の機動車2両。 または一両編成で運行されており、米沢駅、今泉駅間の朝夕の一部を除く、全列車でワンマン運転が行われている。かつてはキハ4 0 4 7 4 8系、キハ5 2系、キハ5 8系が使用されていたが、2008年11月1日より、キハ e 1 2 0系、キハ1 1 0も使用されるようになり、2009年3月14日の、 ダイヤ改正で全列車がキハ E120 系、キハ110系に統一された。2020年3月14日のダイヤ改正で、GVE400 系が使用されるようになり、キハ E120 型はタダ線で使用するため、当たり線での運用から撤退し、使用車両がキハ110系、GVE400 系に統一された。なお、GVE400 系は1日1往復のみでそれ。 以外はキハ110系が使用されている。1972年の無縁化前には、蒸気機関車として9600型や、戦前には C56 型が使用されていたこともある。機動車機動車蒸気機関車直営駅としては、仙台支社管内の米沢駅と今泉駅及び、新潟支社管内の小国駅と坂町駅がある。簡易委託駅としては、 仙台支社管内の宇前小松駅及び、新潟支社管内の宇前椿駅と越後、下関駅がある。以上の駅は、JR 東日本自社による乗車人員集計の対象駅となっている。その他の駅はすべて無人駅である。各年度の区間別の平均通貨人員、旅客運輸収入は以下の通り、ありがとうございます。